熱海に来ました。最近もですね、涼しくなってきて温泉が恋しいなということで、影山くんと2人でちょっと熱海の街をぶらつこうと思います。影山くんは同じ事務所のモデルさんで、もう見ての通り今日もめちゃめちゃおしゃれです。行きますか。行きますか。今10時半なんですけど、午前中からやってる風呂にまず行きたいと思います。とりあえず風呂入ろう。一風呂浴びに行ってきます。よろしくお願いします。今日一日お願いします。癒されましょう。テイユじゃない、これテイユです。テイユ、あっち日帰り温泉、まずまだ午前中なんですけど、ここで一風呂浴びてから温まってからちょっと熱海の観光しようと思います。念願の、ずっと入りたかった最近温泉。行きましょう。行きましょう。後ほどっす。どうでした？すっきりしました。気持ちよかったね。最高でしたね。ね。今から昼飯を食べに行きたいと思います。お風呂の湯の温度と外気の温度がちょうどよくてさ、ずっと入れた感じ。ずっと入れる、うん。炭焼きとっくり。美味しかったね。めっちゃ美味しかったですね。じゃあ回復した。なんちゃら神社に向かう。クルー神社、クルーノミヤ神社みたいな。クルーノミヤ神社、熱海の観光地パワースポット木の宮神社にちょっと参拝していきましょう。ちょっと影山くんと旅行するの面白いですね。いいっすね。またちょっとシリーズ化したいね、これを。日帰り旅行シリーズね。日帰り男旅。日帰り男旅、うん、東京近郊のちょっとディープめなところを攻める。いいっすね。いいね。そういうね、旅雑誌とか男向けの旅雑誌とかあんまないですからね。あんまないっすね。ない。女の子向けが多いですね、うん。そういう情報とか発信できればいいと思うけど、意外とあったらみんな見そうですね。でもあんま説明しないよね、我々は。もうそうですね、見てくれて感じ取ってほしい。そうだね。あ、うまい。なんかそんな甘くないんだ、うん、香ばしい。熱海梅園まで来ました。紅葉が見頃ということで、まだ今年紅葉見てないんで、ちゃんと初紅葉です。うん、初紅葉だね。いやでもこう、なんかこういうものを見に行こうと思うっていう、ちょっとおじさんになったなって思いますね。大人になりました。大人になったな、うん。渋旅でしたね。ゆるりと、熱海を満喫できました。最後はビーチで、恋人岬で、男2人で誘われてこようと思います。寒くなってきた。ここ最近ずっと温泉に行きたくて、昨日影山くんを急に誘ったんですけど、
急だったにもかかわらず対応してくれて、今日ちょっと2人でだいぶゆっくりできました。まあ、影山くんもこう小旅行みたいなのが好きなんで、またこれから違う場所にでも行けたらなと思います。同じ色だもんな、内装と。そうそう、